こんにちは。こんにちは。ニュースで韓国語は、私韓国生まれ日本育ち、わったわったしてきた韓国人のジュジュと、日本生まれ韓国在住経験あり、今は仕事やプライベートでたまに聞きしている日本人のヨッシーが、韓国の今がわかるハフポストコリアのニュースを韓国語と日本語で読んで、日韓ちゃんぽんでおしゃべりするポッドキャストです。그리고한국에서는ヨッシーはジュジュへ시사일본어라는이름으로보내드립니다。ということで、このズーム録音しばらく続きます。ちょっと音質がそんなに良くないですけども、若干聞き取りにくい部分もあるかと思いますが、ちょっとご勘弁ください。いやー、ジジさん最近何してんの？料理お菓子作り。お菓子作り、いいなはい、楽しそうだな。何作るの？あの、小豆から煮てどら焼きとか手が込んでる和菓子を作るのねそんな感じです。はあ、なるほど。私はなんかすっかりもう在宅勤務に追われてますわ。終わりがなくて大変そう。なんか在宅勤務で空いた時間を有効活用とか、なんかいろんなキャッチフレーズが飛び回ってるけど、どこにそんな空いた時間があるんだっていう感じなんだよな。考えてみたらね、なんかやってる仕事が多分オフィスに出勤してる時とあんまり変わらないということに気づいて、なんかずーっとひたすらパソコンに向かって無言で何かを執行するっていう仕事ね、大変。でもなんか何時から何時までとか決めてるんですか？一応会社に事前に時間を報告してっていう感じになるんだけど、ほらなんかこうみんなオンライン飲み会とかオンラインお茶会みたいなの結構やってますね。巷でやってるじゃないですか。はい。一人暮らしの人とかは確かに人と喋る機会がガクッと減って、それで結構ストレスが溜まるんじゃないかと思うんだけど、僕の場合はあんまり変化がないということが分かり、家でやるか会社でやるかだけの違いだということが分かり、ブックカバーチャレンジだとかなんだとかみんないろいろやってるけど、やってますね。やってるけど、ブックカバーチャレンジ。やってるけど、なんか全然本を読む時間が、ね、なんかそういうネットのカチャカチャやる仕事をやってからこれやって、これの仕込みとか編集とかオープンとかやって、合間にホームページのちょっとリニューアルもして、ね、なんかいろいろやってますよね。リニューアル、あのゲスト登場会紹介ページとあの番外編紹介ページを作った。凝り性。こう大変だった。細かくて作業が。そういうわけでちょっとニュースで韓国語の過去の回を遡るのに、あのゲストがいろんな方が登場していただきましたので、そういったところから聞いていただくのもいいかなと思い、ちょっと作ってみましたです。はい、はい、そんなわけで今日は、今韓国をものすごく賑わせているニュース、政治のニュースですね。これもですね、釜山市の市長が突然記者会見を開いて辞めると、で理由がセクハラだったという、セクハラをしたということだったんですけれど、どうもこれが結構尾を引いていて、被害者は全然納得していないということがどうもだんだん浮き彫りになってきているという感じですかね。とりあえずちょっと読みましょうか。はい。釜山市は二次加害を一罰100回すると発表したが、実際は被害者の状態を把握することも事件関連の進行状況も教えてくれなかったことが分かった。おごどん釜山市長にセクハラを受けた被害者が釜山市に二次被害の関連対策を尋ねたが、すでに辞職したんじゃなかったのかという言葉を聞いたことが確認された。釜山市は2차가해를일벌100개하겠다고발표했으나정작피해자상태를파악하지도사건관련진행상황도알려주지않았던것으로드러났다。오거돈전부산시장에게성추행을당한피해자가부산시의2차피해관련대책을물었다가이미사직한게아니었나라는말을들은것으로확인됐다。 MBC 의독지報道によると、被害者 A さんは4月24日午後、二次被害の関連最終責任者である부산시の関係者に職場復帰と二次被害対策を尋ねたが、むしろもう辞職処理がされたんじゃないかという言葉を聞いた。事件後、衝撃で出勤できずにいた A さんが、退社していないのにどういうことかというと、関係者はようやく誤解していたと一歩退いた。NBC 단독 보도에 따르면 피해자 A 씨는 24일 오후 2차 피해 관련 최종 책임자인 부산시 관계자에게 일터 복귀와 2차 피해 대책을 물었다가 오히려 이미 사직 처리가 되지 않았냐라는 말을 들었다。사건후충격으로출근을하지못하고있던 A 씨가
퇴사하지 않았는데 어떻게 된 것인가 라고 하자 관계자는 그제야 잘못 알았다며 한 발 물러섰다. この関係者は性暴力相談所との電話でも二次被害について申告手続きを問う質問にきちんと答えられなかった。関係者は以後、携帯メッセージを通じて二次被害届は郵送や市役所ホームページを通せば可能だと消極的な回答を出すのみだった。이 관계자는 성폭력 상담소와의 통화에서도 2차 피해에 관한 신고 절차를 묻는 말에 제대로 대답하지 못했다. 관계자는 이후 문자를 통해 2차 피해 신고는 우편 접수나 시청 홈페이지를 통해 가능하다는 소극적인 답변만 내놓았을 뿐이다. A さんがこの言葉を聞いた日は、平壌湾釜山市行政副市長、市長権限代行が記者会見を開き、一番の懸念となるのは二次被害だ。そんな事例があれば、一罰100回とすると発表した日だった。A 氏が이말을들은날은、平壌湾釜山市행政부시장、시장권한대행이기자회견을열어、제일우려가되는것은2차가해다。그런사례가있으면、일벌100개하겠다고발표한날이다。オゴドン市長は23日、5分程度の短い面談の過程で不必要な物理的接触をしたと強制わいせつを認めて辞任した。オゴドン市長は23日、5分정도짧은면담과정에서불필요한신체접촉을했다며강제추행을인정하고사퇴했다。日本で言ったら、大阪市長が突然セクハラしましたと言って、被害者が刑事訴追をしているっていうような、なんかそういう状況だから、やっぱりそれなりに大きなニュースではあるのかな、やっぱり。ね、ですね。この人は、まあ言ってみれば、ムンジェイン大統領の、まあ地元、プサンの、で、選挙対策委員長とかも、実は就任前に大統領選挙の時にやっていた人だったりするので、まあある種結構近い人ではあるのよね。進歩系では、釜山では割と大物有力政治家で、ずっと返上越しに通った上級公務員だったんだけど、釜山市長になったのは2018年からで、短いんだ。4回目の挑戦でようやく釜山市長に当選したっていう、なんかそういう。そうだ、そうだ。うん。で、歴代一番短い在任期間なんですよね。そうなのか。まあ、釜山ってご存知の通りというか、保守の地盤なので、今までずっと野党というか、うんうん、まあ保守系というか、なんか半奈良党、セヌリ党、今未来統合党か、なんかその系統の人がずっと市長を務めてきてたんだけど、2018年で初めて進歩系の民主党系の市長が誕生したという人だったんだけどね。ね。で、結構まだまだずっとニュースは尾を引いていて、各社争ってこの被害者が全然納得していないという、記事をたくさん出していて、後で被害者が出した声明文も結構怒り心頭って感じだったし、本来その、事前の約束で、会見で二次被害対策についてきちんと発言するという話だったのが、それが全然されていなかったというようなことがあったりとか、うん、それからまたなんか別のセクハラ事案も実はなんか告発がされるとかで、今舞台はこれから刑事捜査に移っていく感じですかね、うん、ねえ、でも本当にちょっと私もかなり意識がまだまだだなと反省したんですけど、なぜなんかこのニュースを聞いた時に、あ、やめて偉いなと思っちゃったんですよね。はあ。で、ちょうど日本で自民党の議員たちが少女たち の、 支援団体に視察に行って、いろいろセクハラ的なことをしたみたいなニュースがあった時なので、ちょうどなんかその裏表というかありましたね。そういう時期、そういう話が日本でも報道されてた時でしたね。そうなんです。うん。なので、なんかそのニュースと対比した時に、あ、韓国、偉いな、この人って、つい思ってしまったんですけど。うん。ね、でも何が偉いんだっていう話ですよね。まあ、そもそも被害者が弁護士を通じて、辞職を迫ったというところから、この電撃辞任が始まっているわけで、なんか、それまで一生懸命、オゴドン市長は、もみ消しを図ろうとしていたという話がいろいろたくさん報道されてますね。うん、あ、日本でもセクハラやら何やら、強制わいせつとか、わいせつ、性暴力関係で辞めた、行政の人はいっぱいいるけれど、韓国だと最近だとやっぱりアニジョン元知事、うん、ね、行為自体は無罪ということに今のところなっていて、まだ裁判進行中なのかな、うんうん、ですが、韓国は昔に比べるとこういう話がもみ消されずに表面化して、そして
トップの辞任にまでつながるようになったということで、だいぶ変わったという現象なのかしら。ねえ、これがね、皆さんの意識を変えて、で本当にそういう行為自体がなくなるようにならないといけないですよね。まあ今までほとんどの人は泣き寝入りというか、そもそも問題化されずに今までやり過ごされてきたわけだろうからな。ねえ、社会とはそういうもんだとね。今で社会はやっぱりどうしてもそういうものになってしまうので、おっさん社会ですね。おっさん社会ですね。まあそれは正直もう新法も保守も問わずに、まあそういう、まあ、そういう社会ってのは昔から、ね、あ、存在したわけなので。ねえ、新法はコンデじゃない、おっさんじゃないっていうのはね、幻想でしかない。まあ残念だ。まあそういう、まあ世界も確実にありますからね。うん。日本だと、この話を聞いてなんか個人的には横山ノックの話を思い出したな。古いけど。セクハラで辞めたんですか？セクハラというか強制わいせつだな、あれは、うん。もっと悪質。まあそもそもセクハラという言葉がそもそも軽いんじゃないかという問題はさておきよ。お、横山ノックを、大阪府知事は強制わいせつで捜査を受けたんだよね。2期目の選挙の時に選挙カーで移動するじゃない、うん、で移動する時に隣に座った女性運動員のスカートの中にずっと手を入れてたというやつですね。うぐいす嬢ってやつですか？うぐいす嬢なのか、まあ何なのかはよくわからないけれど、もともと有名なコメディアンだったという部分もあったんだけれど、それで、はい、まあ、政界を退くことになりましたね。なるほど、うん、当時の世論的には、うん、そんなことぐらいだったんですか、それとも、いや、悪いことしてるっていう、ちゃんとそういう認識だったんですか？あれはもう完全に検察が捜査に入ったから、もうそれなことぐらい許してやりやというレベルではもはやなかった。でやっぱりあのやっていることがグレーゾーンじゃなくて、もう完全にアウトの行為だったから、それは、はい、あの結構20年近く前の話だけど、当時の法律でも完全にアウトな事案だったからね。なるほどね。うん、まああと、まあ別に法律に触れるという話ではないんだけれど、個人的に思い浮かんだのは、うん、宮崎健介イクメン国会議員。ちょっと違うんでは？彼も別に法律に触れる行為ではないけれど、不倫を理由に議員辞職しましたね。そうですね。でもなんか今おしどり夫婦でなんか際物な感じで2人でよく出てますよね。2人揃って無職というかただそうなんだけど、やっぱりなかなか日本も、わいせつ事案、強制わいせつ事案、じゃあグレーゾーンっていうというところかな。はっきりと、じゃあ被害者がじゃあ告発できる状況にあるかっていうと、まだまだ違う感じはするよね、確かに。それこそこの間のその自民党議員の話も、まあ、本人がなんか自分のホームページに謝罪文をアップしたんだけれど、その謝罪文が謝罪文になっているのか、そもそも本人に直接謝罪してないじゃないかみたいなところで、結局まだまだ尾を引いている感じはあるし。ね。でもいまいちこの話って日本のマスコミもそんなに飛びつかないですね、今回ね。コロナで忙しいのかしら。セクハラ事案という意味では、うん、まあなんか韓国ではなんか変化の激しい意識、だいぶ急に変わったんだなという表れだなとは思うけれど、なかなかパッと一般の日本人がわかるかって言われると難しいかもしれない。加えて釜山市長という、まあ、なんか行政一筋の地味なおじさんでもあるしね、うん、これがなんか、はい、いや、タレント出身市長とかだったらまたちょっと注目度が違ったかもしれないけど、まあ、いや、なんか自民党議員のセクハラのことで言えば、うん、韓国だったらなんかもっと大騒ぎしてそうじゃないですか。でも日本だとあんまり、今回は日本のマスコミもすごい小さい扱いだったし、なんだろうね、なんかもう少しなんかセクハラ、多分なんか腰を触ったっていう話だったから、うん、なんかちょっと程度が軽いと思ったのかな。その本人が全く覚えていないという風な主張をしているのもあるかもしれないけれど、なんかやっぱり国際女性デーのニュースの時も思ったんだけれど、当事者だけが声を上げているのだと、なかなかやっぱり主張としてはどんどん横に広がっていかないと、声の上がり方としては大きなものになっていかないなと思って、うん、でそこをどうつなげていくかっていうのは結構いろんなところで大きな課題としてみんな思ってるんだけど、それがなかなかうまくいかないなっていう、なんでなんだろうってね。そうなんですよね。で今回のことで言えば、その少女たちへの支援団体への、うん、批判も結構聞いて、そもそも受け入れるべきじゃなかったのに、なんで受け入れたんだから始まって、なんか議論がそっちに行っちゃってたり、そういう話ってのはいろんなところでぶち当たる壁なんだけど、韓国の MeToo 運動と
日本の違いでよく言われてたのが、うんね、韓国は誰かが声を上げたらそれに対して寄り添って擁護する人たちが周りにたくさん集まるのに対して、なんか日本だと、え、本当にそんな被害を受けたのって勘ぐるところから始まるような、うん、始まるし、なんかすごく被害者の落ち度を一生懸命叩くような人が出てくるし、そうです、それそれそれ、そう、目立つ主張する女性ほど叩かれ度合いが激しいような気もするんだよな。そうなんですよね。こう日本の変わらない度合いも逆に深刻かもしれないなと、うん、日本にミートは根付かなかったという結論には本当はしたくないとは思うんだけれど、男性の一人としてね、うん。では次へ行きましょう。新型コロナをめぐってこう冷え切った日韓関係を象徴するような話、先週ぐらいだったかな、突然韓国が日本に新型コロナの検査キットを支援するみたいな話がポッと出たのを覚えてます？いえ、覚えてませんか？いや、はい、あんまり大きく報道されなかったんだけれど、それをめぐる日韓の対応がなんとも冷ややかでという話。日本政府がもし韓国が新型コロナ検査キットを提供するなら、まず性能評価をしてみなければならないと明らかにした。しかし政府は現時点では支援を推進していないという一貫した立場だ。日本정부가만약한국이코로나19검사키트를제공한다면우선성능평가를해봐야한다고밝혔다그러나정부는현시점에선지원추진안하고있다는일관된입장이다朝日新聞は4月28日付で日本の厚生労働省が韓国から PCR 遺伝子増幅検査キットの支援がある場合、国内使用のためには国立感染症研究所の性能評価が必要だと主張したと報じた。また、国内の PCR 検査試薬については、一部のメーカーの物量が不足しが全体としては不足している状況になるとは予想していないとの立場を示している。朝日新聞は28日、日本厚生労働省に韓国로부터 PCR 유전자증폭검사키트지원이있는경우국내사용을위해서는국립감염증연구소의성능평가가필요한다는주장을했다고알렸다또일본내 PCR 검사시약에대해서는일부제조사의물량이부족하기는하지만전체적으로는부족한상황이될것으로예상하지는않고있다는입장이다これと関連し、菅義偉官房長官は同日、韓国政府内部の検討状況について語る立場ではないとして、現在、支援に関する具体的な意見交換をしている事実はないと明らかにした。이와관련、菅義偉일본관방장관은같은날、한국정부내부의검토상황에대해말할입장이아니라면、현재지원에관한구체적인의견교환을하고있는사실은없다고밝혔다。最近韓国が新型コロナ検査キットを日本に支援するという噂が両国の一部メディアによって広がっているのは20日のチョン・セギュン首相の発言のためとみられる。当時チョン首相は中央防疫対策本部会議で感染者が急増するアメリカや日本、朝鮮戦争参戦国などへのマスクの輸出及び支援を検討するという趣旨で述べた。최근한국이코로나19검사키트를일본에지원한다는풍문이양국일부매체에의해확산되고있는건20일정세균국무총리의발언때문인것으로보인다당시정총리는중앙방역대책본부회의에서확진자급증하는미국과일본한국전쟁참전국등에마스크수출및지원을검토한다는취지로말했다朝日などが韓国当局関係者などの話を引用して実際に韓国でこのような動きがあると報じた。しかしこの日、朝日新聞の報道があった後に開かれた中央災難安全対策本部定例ブリーフィングでユンテホ中央事故収集本部防疫総括班長は日本に対する韓国政府の支援は現在としてはまだ推進されていない状況だという立場を再度明らかにした。이후朝日等に한국당국관계자등의말을빌려실제로한국에서이같은움직임이있다고보도했다그러나이날아사히보도가 있는후열린중앙재난안전대책본부정례브리핑에서윤태호중앙사고수습본부방역총괄반장은
일본에 대한 우리 정부의 지원은 현재로서는 아직 추진하고 있지 않는 상황이라는 입장을 재천명했다. 韓国のネットの反応で一番たくさん書いてあったのが 떡줄 넘은 생각 주다는 내 김치국부터 마신다. 何でそんなこと? え? そうか. だから、김치국부터마시지마っていうやつですよ。 日本は特に要請しているわけではない。韓国も感謝されるとかなんかやっぱりちょっと見返りがないと辛いから、特に相手が日本なので恩を仇で返されるんじゃないかという政権の対応が批判されるんじゃないかと恐れていて、いや別に要請がないのだから別にこっちから支援するものも分けてはありませんと予防線を張っているというか、まあやっぱなんかお互いそもそも国内の状況が大変で、 韓国も国内がまだまだ収束している訳ではないから、海外の状況に気を配る余裕がないっていう段階だとは思うんだけどね、本来は。でも韓国最近の感染者数が10何人とか、なんかずいぶん減ってますよね。うん、ほぼ1日10人前後で推移してるよね、新規感染者数が。韓国の人たちのSNS見ると、友達の結婚式参加したりね。 飲み会行ったりね、なんかいろいろしてますよね。ねえ、この間なんだっけ、朝日新聞だったかな、チョンノのが焼肉屋でマスクもせずに焼肉を大勢でついて賑わっている様子が写真に出ているのを日本のツイッターでこういろんな人が羨ましい羨ましいと言っているのが韓国でも報道され、今すごく韓国は新型コロナの対応が 世界で割となんか称賛されているという感じで、アメリカのトランプ大統領が割と支援を要請したりとか韓国にね、とか、あとWHOがWHO の韓国の対応を称賛したりとかそういうんで結構もう、ウリヌン尊人グギだっていうなんかそういうモードになってる感じが。ウリヌン尊人グギだ、もうイルバン夫人グーみたいなそういう感じ。でも実際そうだと思う、日本遅れてる。まあちょっと日本はかなり、 末期的な症状だなという感じがするんだけど、公益に失敗しておきながらその失敗を認められないというなんだかちょっとだいぶ、そして感染者はどんどん増え続け、今ほら、こんな時だから読書しようみたいな話になって、あんまなんか別に読書する時間が増えたわけじゃないんだけど、最近神湯のペストとかさ、なんかそういう古い本、古典的な本が結構人気を呼んでいるっていう状況があるじゃない。 で、個人的にすごく気になって引っ張り出して読んでるのが、山本七平の空気の研究っていう本なんだけど、これはなんか1970年代に書かれた哲学というか思想的な本なんだけど、山本七平って、フィリピンの戦争に従軍した経験があって、そこでいろいろ理不尽な経験をして、九死に一生を得て帰ってきた人なんだけど、で、太平洋戦争ってちゃんとデータとか、 当時の状況とかきちんと検証しておけば、絶対こんな戦争は勝てるわけがないって最初から分かっていたはずなのに、なんで、いや、あれはあの時の空気ではそうせざるを得なかったんだっていうような話で始めちゃったんだみたいな、そういうとか、戦艦大和の出撃だって絶対勝てるわけがないってそもそも数字とかデータで検証すれば分かってたはずなのに、なんでそれを決めた人たちはなんかその場の空気に流されて、 そういうようなことを決めちゃったんだという、ひたすらなんかそういうことをずっと突き詰めていく話なので。なんか、うわー、なんか日本社会にはなんか独特の空気があるんじゃないか、みたいなことをずっとこう考える本なんだけど、これがなんか今とあんま変わらねえじゃんと、読みながらやっぱり思うわけ。いや、でも本当に、なんだろう、自粛を守らない人たちを、 私もなんかすごい冷たい目で見ちゃうわけですよね。これの積み重ねが戦時中の日本なんだろうなってすごい思いました。自粛を守らないというか、なんかソーシャルディスタンスっていうのにはある程度こう根拠があるわけじゃない。で、それをきちんと守れという話で、そもそも仕事ができない、収入が減ってもそれはみんなで耐え忍べみたいな、なんかそういう次元の話とは本来わけが違うはずなんだよね。 なんかでもそれを、なんで俺は我慢してるのにお前は我慢しないんだみたいな、そういう我慢比べみたいなレベルで話を持っていくの、なんか我慢してないやつが許せないみたいな、ちょっとそういう話になりつつあるのが若干変な空気だなと思いながら。ですね。いや、なんかほら戦時中のことを描くときによく、なんかね、
決まり事を守らないことにこう白い目で見てくる隣組みたいなのあるじゃないですか、うん、何なんだろうなこれって思って見てたけど、やっぱり私はこんなに頑張って守って我慢してるのに、うん、お前はっていう、そういうことなんですね。まああと韓国との比較で言うと、やっぱり個人情報を国がかなり管理して把握しているっていうところがあったから可能だったっていう部分もあるわけで。うん、で、ほら、あの前回、ヨヒョンチュン君がさ、ほら、性犯罪者の、はい、GPS 足輪の話で、性犯罪者の居所を全部公開して、はい、もう隣近所には全部知れ渡るみたいな話をして、うん、監視国家ですよね、みたいな話をしてたけど、で、なんかそれに反対する声もあんまり上がらないからって言ってて、うん、言ってたんだけど、いや昔人権無視の法律ってどうなんですかっていうことをやっぱ主張している作家とか市民団体みたいなのは昔あったことあるんだよね。住民登録番号制度も韓国でやっぱりこういうなんか国家による情報管理、個人情報の管理はもはや廃止すべきだっていう議論も実はあったんだけど、でももうコロナがあったからもうそういう議論はほぼ消えてなくなるでしょうねと韓国人の知り合いが言っていた。ねえ、うん、なんだかんだ言って便利なんですよね、住民登録番号。やっぱり便利？え、便利じゃないですか、だって番号入れればだいたいオンラインでいろいろ加入するのも番号があればそれだけですぐできるし。うん、うん、私今回引っ越し、日本で引っ越しをするのにいろんな書類が必要ですごいイライラしてるんですけど、役所に行かなきゃいけないじゃないですか。でも韓国番号があるから家のプリンターでできたりもするし、うん、でもそういうのって多分日本はできないだろうなってすごい思う。まあ日本もマイナンバーがあればできるんだけどね。マイナンバー普及率 16% なんですってね、うん、マイナンバーカード、うん、うん、だから行政手続きの効率化のためにそういうものを導入しようとしても、いやそれは国家が必要以上に個人情報を管理するのではないかっていう懸念が広まってしまう。大変不思議なのが、うん、だから私も韓国の、あの住民登録番号はもともと昔からあるからそういうもんだと思って管理されてるんですけど、うん、なんか新しく管理されるのは嫌だなっていう、日本でね、うん、だからそういう制度を一から作ろうとするとどうしてもそういう懸念って出ちゃうのよ。ね、韓国だって軍事政権の時代に運も言わさず作った制度ではあったから。ねえ。うん。だそれが、まあ今思わぬ形で機能してるというか、むしろ、うん、ほら、今、それこそオンラインで、あの、クレジットカードを作るのだとか、通販で何かを注文するのとか、うん、全部、それこそ全部住民登録番号に紐づいちゃってるわけじゃない。はい。で、今回はそれこそマスクを、週に何枚買ったというところも全部その公的機関に記録されているわけだから、ね、うん、だからそういうものでほぼどこで何を食べてみたいなことが全部分かっちゃうっていう、それを一からなんかやろうとするとすごい国民的議論から始めないといけないなっていう感じはあるんだけどな。それができるのかっていうと多分できないと、そこまで監視される国には個人的には住みたくない。まあそうですね。ああ。いや、そこまでね、日本はそこまでしなくていいんですよ。うん、そこまでしなくていいから、うん、検査を増やそうよっていう話じゃないですか、うん。そうなんだよね。多分ね、なんか検査キットが足りてないわけじゃなくて、本当に人手が足りてないんだよね、今。うん、でそれは完全に、その初動のミスというか、そういう体制を整えていなかった日本の制度的、構造的欠陥なんだけど、うん、韓国はなんかあの、検査を増やしたということが結構すごく評価されているけど、別に検査キットが足りないという話ではなくて、もともと保健所も人で減らしてたし、救急医療も医者が足りないと言って、的から問題になっていたところにこういうことが起きちゃったわけだから。ですね。というわけで、なんかネットの書き込みを見てると、なんで日本なんかに支援するんだみたいな、そういう、韓国の声があった、うん、まあネットの書き込みが世論を決めるわけじゃないし、なんかそれが世論のすべてだとは思いたくない、思ったら危険だとは思うけどさ、仲良くしようよ。いやちょっとなんかね、本当なかなか修復には長い時間かかりそうだなって。今両国の旅行での往来がそもそも全然ないじゃない。うん、だからお互いなんかこう、ああ行ってみればよかったねみたいな、なんかそういうところでこう考えを見直す機会が全く閉ざされているっていうのは辛いよね。辛い。さあ暗い話になっちゃった。暗いですね。なんかどうも日韓関係の話をするとなんか暗い話にしかないというか、最近本当なんか韓国の
こうやってネットニュースをチェックしててもなんか日本の明るい話題が全く紹介されなくてなんか日本ディスみたいな記事ばっかりになってるんだけどさ、よく考えるとなんか日本自体に明るいニュースがほとんどないというこの今。ですね。うん。ちょっとそういうわけで現実逃避的に旅行の話をしたいなぁと、夢のある話という記事です。ですね、実は4月27日、南北首脳会談から2年の日だったわけね。なるほど。うん、で、そこで、まあ、夢のあるプロジェクト、ただし現実性がどこまであるかともかくとして、夢のあるプロジェクトがもう一回動き出したっていう話です。4.27 反問天宣言2周年の4月27日、カンウォン道コソン郡チェジン駅で、トンヘ北部線推進記念式典が開かれた。統一部と国土交通部は同日の記念式で、釜山駅を皮切りに、チェジン駅を経て、北朝鮮を越え、ユーラシア大陸まで鉄道をつなぐと誓った。4.17 판문점선언2주년인27일강원도고성군재진역에서동해북부선추진기념식이열렸다통일부와국토교통부는이날기념식에서부산역을시작으로재진역을거쳐북한을넘어유라시아대륙까지철도를잇겠다고다짐했다東平北部線は、関連で、チェジン駅をつなぐ縦断鉄道で、1967年に路線が廃止された後、現在まで途絶えた状態だ。2000年から南北間の合意によって推進してきた南北鉄道連結事業の一環だが、現在鉄道は走っていない。東平北部線は、関連에서チェジン역을잇는縦断철도로、1967年、노선이폐진된후、현재까지끊어진상태だ。2000年부터南北間합의에따라、추진해온남북철도연결사업의일환이지만현재철만은달리지않는다行事が開かれた재진駅は2006年に完成し北朝鮮方向以外の場所につながる線路はない2007年재진駅からクムガン山を経て帰ってくる試験運行をした後クムガン山観光の客が射殺される事件が発生し廃止された封鎖が열린재진역은2006년중공됐으며북한방향외다른곳으로이어진선로가없다2007년재진역에서금강산을거쳐다시돌아오는시험운행을한후금강산관광객피격사망사건이발생하며폐로됐다しかし今年4月23日第313回南北交流協力推進協議会で関連チェジン間の鉄道連結事業を南北協力事業に認定し予備妥当性調査を免除して事業を推進することになった南北首脳は 4.27 反問天宣言でも事業に対する意思を確認した。同事業は早ければ来年末から始まる見通しだ。그러나23일제313차남북교류협력추진협의회에서강릉재진간철도연결산업을남북협력사업으로인정하면서예비타당성조사를면제해사업을추진하게됐다앞서남북정상은4.17 판문점선언에서도사업에대한의지를확인했다이사업은이르면내년말부터시작될전망이다27日の式典会場では関連から出発して재진駅、원산駅を経てベルリンまで行く東平北部線推進記念式典乗車券が公開されたこの切符の値段は615,427ウォンだニュースワンによると、キム・ヨンツル統一部長官は同日の記念演説で、トンヘ北部線建設を韓国の経済に活力を吹き入れる新しい朝鮮半島のニューディール事業と規定した。이날행사장에서는강릉에서출발해재진역원산역을거쳐베를린까지가는동해북부선추진기념식승차권이공개됐다이표의값은615,427원이다뉴스원에따르면김현철통일부장관은이날기념사에서동해북부선건설을우리경제에활력을불어넣은새로운한반도뉴딜사업으로규정했다야夢のある話というか、これちょっと位置関係が分かりにくいんだけど、このチェジン駅っていうのは、ミントン村の内側にあって、そもそも、本当に軍事境界線の近くで、誰でも気軽に立ち入れる場所じゃないわけね。はい。で、線路が、本来だから韓国の鉄道なら南側からずっと伸びて
来るはずなんだけど、線路が軍事境界線を越えて北朝鮮側としかつながってないわけ、はい、でキムガンさんの方に行く線路があって、そこで一回試験運行しただけでもうそのまま止まっている状態。うん、この線路を今度南側にずわーっと伸ばして、本当はだから植民地時代に一部作っていた路線とかがあったんだけど、そういうのを復活させて南まで全部線路を伸ばして、釜山からベルリンまで行ける列車を作ろうという、そういう計画。すごいですね。でこれそもそも2000年の南北首脳会談でさ、南北共同宣言が出て南北協力をしましょうという話になって、そこで東西両側の鉄道連結っていうのは大々的にやったの。うんうんうん、あの西側のキョンギソンの連結はやったんだけど、東側のルートはまだつながってなくて、これから今度本格的に南側の工事をやりましょうという話をが動き出したっていう話。これチケット結構安くないですか？そうね、まあ日本円で言うと6万円ぐらいか、ね、うん、ソウルから平壌までタクシーで5万ウォンだからそういう歌があるの知らないか？知らないよね。もちろん知ってるんですけど、うん、なんでなんか前ここで読まなかったでしたっけ？今だったら30万ウォンぐらいかなみたいな話だっけ、ね、なんかそんな話しましたよね。したよね、うん、あながちなんか夢物語でもなくてさ、あの、はい、モスクワから平壌まで週1本国際列車が走ってるのよ。あのコロナで止まってるだろうけど、うん、はい、これがモスクワから出て平壌まで7日間かけてひたすら走ってくるっていうすごい列車で、北京からタンドン経由して平壌に行く列車はこれ毎日出てた、ね、うん、この私あのタンドンから平壌まで乗りましたけど。あ、本当ですか？うん、すごい良かったっていうか、なんか北朝鮮旅行は正直なんかこうなかなか辛いことも多かったけど、あの列車は本当になんか自分の中でベスト5ぐらいに入る超思い出深い旅行。景色が良かったんですか？いや、列車で国境を越えるってすごいロマンだなぁと思った。タンドンの中国国境からアムノッカンを渡って、うん、あの、北朝鮮側に入っていくのがもうほんと10分ぐらいの距離なんだけど、うん、見る見る景色がやっぱり変わっていくわけじゃない。で、うん、反対側の市20に着いたところで3時間ぐらい列車が止まって、そこでひたすら係官が荷物を検問するのね。ブラブラ外に出たりすると北朝鮮の検問の係官とかがなんかこうタバコを吸いながらちょっと雑談したりとか、うん、なんかああなんかこの人たち素朴でなんか良さげな人たちだなと思いながら、こう割と自由ですね。列車はなんか本当に全部止めて一人一人もうカバンの中まで検査するからめっちゃ厳しいというか時間がかかって、うん、朝の10時、11時ぐらいにタンドン出て3時間ぐらいかけて市20に、で、そこから平壌に着くのが夜の7時ぐらいだったから、その5、6時間かけて100キロぐらいの距離なんだけど、ものすごくノロノロ走るわけ。見たことのない北朝鮮の田園風景を見ながら。でも割と自由に見ていいんですか、景色は？だって景色は見るなっていうわけにいかないじゃない。撮るなとは言われたけど、撮ったけど、いっぱい。その、窓を閉めろっていうわけにもいかないし、カーテンもそもそもないし。うん、で、外国。よくツアーとかの、バスで見るなみたいな風に言われたとか言ってませんでしたっけ？撮るなとは言われるんだけど、本当はなんか禁止らしいんだけど、でも正直、誰かが見張ってるわけでもないし。なるほど。で、確かに。あの、外国人と朝鮮人は全部コンパートメントというか車両が違うから、自分たちが乗ってるのは外国人専用車両なのね。で、乗ってる人たちは大体朝鮮族の出稼ぎとか、両国で事業やってる人たちとかで。ああ、中国人ってことですか？そうだね、朝鮮族。あとは自分みたいなあのツアーでやってきた。でもなんか同じ列車に確か日本人がね、5人ぐらい乗ってたんだよね、当時。何の人たちだろう。みんななんか個人で旅行してる人たちが、学生もいたし。へぇ。大学の先生みたいな人もいたし。へぇ、うん。その人たちと食堂車でビールを飲みながら。北朝鮮っていうところは線路の上を普通に人が歩いてることが多くて。
だから列車が来ると、鉄橋の上の作業員用退避スポットみたいなところにわんさか人がいるわけ。駅に行くと、物売りの行商みたいなのが人が出てたりとか。で、結構駅に止まってる時間がすごい長いんだけど、一つ一つの駅に。はい。なんかそういうのをずーっと延々としながら、なんかだんだんと日が暮れていって、何もないところに夕日が落ちていく、綺麗だなーとか思いながらぼんやり眺めていると、だんだん建物が多くなってきて、平壌に入ってって、平壌の夜っていうのはなんかすごい、そういう田園風景を見慣れてるのなんかすごい独特しい感じがして、なるほど。刺激的だなーと思いながら。あれは本当あるかどうかわからないけど、機会があれば一度ぜひ乗ってほしい。ね、うん。平壌観光ってのは前回言った通り、あんまり面白い感じはしないんだけど。ね、私、ヨッシーさんからその話ばっかり聞いて、行こうと思う気持ちはゼロなんですけど。うん、でもなんか鉄道旅行だけは本当に面白いんで、なんかでもそれもやっぱり6時間ぐらいだからそう思ったのかもしれない。モスクワ発平壌行きの列車っていうのは大変らしくて、7日間、うん、7日間乗るわけじゃない、うん。なんかその北朝鮮国内だけで2、3日延々走るらしいんだけど、うん、そういう景色もなんかやっぱずっと2、3日ずっと見続けてるとかなり飽きるらしい。乗った人によると。なるほど。まあ何が言いたいかっていうと、そのモスクワから平壌まで列車が走ってるということは、ちょっと行き先を変えてプサンまで行くのもそんなに、うん、そんなに難しくはないってことだよ。ねえ、すごいなー。いやー、一度乗ってみたいけどね。そのトンヘソン、プサン発、ウォンサン経由、ラジン経由、ウラジオストック経由みたいな、なんか鉄道ファン的にですか？別になんか鉄道好きとかそういうのを超えて、なんか旅行としてロマンがあるというか、日本って島国だからさ、陸路で国境を越えるっていう、あんまやんないわけじゃん。うん、で、なんかヨーロッパだと歩いてるうちに普通に国境を越えちゃったりするんだけど、はい。朝鮮半島からだとなんか国境を越えるっていうのがなんかすごい一大イベントで、うん。うん。このなんかドキドキ感は結構たまらない。あんま興味なさそうね。うん、北朝鮮はいいかな。でも私昔にサハリンに行ったことあって、はいはい、サハリンからウラジオストクかなまで寝台列車で行ったんですけど、はいはい、すごく良かったんで、なんか寝台列車っていいですよね。同じような感覚だと思う。で、多分やっぱり朝鮮半島からロシアからって距離が短い割に景色の移り変わりがすごく激しいだろうから、きっと2、3日は見てて飽きないんじゃないかっていう気がする。ですね。ね、その、列車の、駅員さんなんて言うんですかね。列車の中で働いている駅の人。乗務員さん。なんだろう。乗務員、そっか、乗務員か。乗務員のね、ロシア人女性が超綺麗だった。へぇ、でもそれはそれで一度乗ってみたいな。ね、列車はロマンがありますね。うん、うん、そのなんかモスクワ発平壌行きっていうのはなんかほぼ日本からの観光客はほぼ乗れないらしいんだよね。なんでですか？許可が下りないらしい。北京発平壌行きの国際列車は割と観光ルートとして定着してて、日本人でも個人ツアーで行こうと思えば割と簡単に乗れるのよ。うん。けど、北朝鮮滞在期間が長いからなのか、あるいはなんか観光ルートとして未開発だからなのか、モスクワから平壌のルートっていうのは、ずっとラジンからずっと下ってきて、山の中を通って、で、平壌にたどり着くルートなんで、過去にも乗った人がほとんどいないらしい。日本から。割とヨーロッパ人で乗ったという人の話はいろんなとこに出てるけど。へぇー。皆さん、すごいな、冒険心が。ねえ。もともとこのトンヘソンルートはなんかこう、ユーラシア大陸のものをプサン港に運ぶっていう、そういう物流ルートとして期待されてたとこなんで、観光ルートとして開拓されるかどうかわかんないけど、でもなんかラジンちょっと興味あるんだよな、行ってみたいんだよな。ラソン。そうなんだ。あともう一回ぐらい、はい、ね。ね、生きてるうちに行けるかな。うちに帰ってきてください。そうね。この時は会社にも北朝鮮に行くとは言わずに行ったので、あと、ね、でなんか関係してた人から、いや、それバレたら大変なことだってよ、決めてるんだけど。ヨッシーさんとこの会社うるさいのに。でもね、平壌旅行いろいろディスったけど、そこでの出会いは思い出深いものがいろいろあるんだよね。ガイドさんとか親切だったし、楽しい人たちだったし、カラオケもたかられたけど楽しかったし。
ね、なんか金使われたとか、そんな話しか私は、なんか記憶にないですいや、よ。なんか2万円ぐらい払った気がするんだけど、でもカラオケ自体は北朝鮮の人とカラオケするっていうのは、まあで、ね。あ、だし、で、しかもそのガイドさんって4泊5日だか5泊6日だか、その間ずっと一緒に行動するからやっぱり仲良くはなるんだよね。お互いの家庭の話とか聞いたりとか。自然とお金を払わされるんですか？1日コースって全部みっちり決まってて、朝から晩までツアーなので、観光コースでひたすら巡って、そこでお金を払うっていうことはないんだけど、例えばなんか夜、ちょっとじゃあ終わったら遊びに行きましょうみたいな時は大体お金を払ってあげたかな。それは向こうに払ってくださいって言われるんですか？向こうは当然そうしてくれるもんでしょって感じの。だって僕らが行けるところって外国人専用の場所なんで、彼ら通貨が違うから、彼らが使うのは、自国民専用の通貨で、こっちはその外貨でしか払えない国なのよ。じゃあ自然とそうなるのか。僕が行ったカラオケとかも外国人専用のカラオケ店だったので、そこはもう日本円かドルとかユーロとかでしか払えないから自分が払うしかないわけ。なるほどね。まあでもなんか、もう一回あのガイドさんとお話ししたいなとか、なんかソウルに日本人ってたくさんいるからさ、ソウルで日本人に会っても、ああ、日本人ですか、みたいな感じだけど、平壌で出会う日本人って少ないから、連帯感というか同志感というか、なんかそういうので結束が強くなるんだよね。なんかそこで、この人たちと喧嘩したらもう俺は生きていけないっていう、本当に生きていけなくなっちゃうから。だからガイドさんとも結構仲良くなったし、あの人たちとまた会いたいなというのは思うな、という、なんかコロナで行けない海外旅行の妄想でした。ジュジュさんはなんかどっか。しかも海外旅行って北朝鮮っていうね。ジュジュさんはなんかもう一回行きたいあそこってどっかある？私は今、すごくハワイが行きたい。青いビーチ海。行ってお買い物したい。お買い物。なんかいろいろ買いたい。買いたい。外に行きたい。またなんか、好き勝手にあちこち行ける日々が戻ってきてほしいなと思う今日この頃であります。ねえ、とりあえず韓国行きたいな。北朝鮮に行きたいな。どうした？丹東から平壌までの鉄道に乗りたい。すごい、コロナは北朝鮮にまた行きたくさせるんですね。委員長がどこにいるのか今わかりませんけれど、どういう状誰態にかなっがてるの元気か。なんでしょう？いろんな説が飛び交ってるけどね、正直、本当のところが何もわからないので、ここでも取り上げようがない。ねえ、でもなんか中央日報が誤報というか、予定していた原稿を、応用に備えていた原稿をうっかり公開しちゃったんだっけ？30秒で気づいたらしいけど、もうなんかその時には世界を駆け巡ってしまったうという、わ恐ろしい時代ですな。ー、恐ろしいですね。最後、コロナで在宅勤務になって暇な人は暇みたいね。韓国でこんなものがまた流行しているらしいよという、キムヒョニさんの新婚日記です。ほうほう。最近の話題は MBTI だ。ファッションと同様、MBTI のような各種、性格、心理テストも一定の間隔を置いてしばらく流行し、下火になってまた再流行するようだが、今回は新型コロナによる社会的距離を置くが重なり、ちょうど退屈だった人々の間で、さらに長く流行しているようだ。誰かは、血液型や星座の性格別などと同様に、全く根拠のない性格テストだというが、私の考えは少し違う。요즘 장안의 화제는 MBTI다. 패션과 마찬가지로 MBTI 같은 각종 성격 심리 테스트도 일정 간격을 두고 잠시 유행했다가 시들해졌다가 다시 돌아오는 것 같은데 이번엔 코로나19로 인한 사회적 거리두기가 맞물려 마침 심심했던 사람들 사이에서 더 길게 유행하고 있는 것 같다. 누군가는 혈액형이나 별자리 성격점 따위와 마찬가지로 전혀 근거가 없는 성격 테스트라고 말하지만 내 생각은 조금 다르다. じゃあ、私と結婚した男性の MBTI はどうか？とても気になったが、夫の場合、最近流行しているおっさん性格テスト、私と似た大統領テストなどについても、質問項目が多すぎて長いと返事を拒否する気難しい男性だった。ああ、私を愛していると言いながら、一生共にしようと言いながら、そう言って結婚までしていて、たかが MBTI の質問さえ解いてくれないなんて。그럼 나와 결혼한 남자의 MBTI는 어떨까? 너무나 궁금했지만 신랑의 경우 요즘 유행하는 꼰대 성향 테스트, 나와 닮은 대통령 테스트 같은 것조차도
너무무난히많고길어라는답변을거부하는까다로운남자였던것이다세상에날사랑한다면평생을함께하자면그렇게결혼까지해놓고고작 MBTI 문항조차안풀어주다니そしてずっと見ているとある瞬間夫がどのパターンなのかが分かったやっぱりそれだった外交的で感覚的で思考型のものは全部同じだったただ私は計画を重視する J 型で夫は即興的な P 型という違いがあった그렇게쭉보다보니어느순간신랑이어느유형인지유형인지감이왔다역시그거였어외향적이고감각적이고사고형인것은전부같았다다만나는계획을중시하는 J 형이고남편은즉흥적인 P 형이라는차이가있었다ほら見て一つのことに集中すると飽きるでしょだから YouTube つけてテレビもつけてその状態で漫然と行ったり来たりするでしょそしてあ仕事をずっと後回しにして最後に爆発的にやるでしょうん合ってる自信に満ちて深く考えるのが嫌であうわ本当に不思議だねなんで자봐봐한가지에집중하면지겹지그래서유튜브켜놓고 TV 도켜놓고그상태로산만하게계속왔다갔다하지그리고어일을계속미뤘다가마지막에폭발적으로하지어맞아맞아자신감이넘치고깊게생각하는걸싫어하고어우와진짜신기하네뭐야やっぱり結婚してからテストさえ受けずに性格パターンに気づくほどの間柄になったのだ。そういえば J 型の私が P 型の夫に怒るポイントはいつも同じだった。高校の時からニックネームがカントだった私なので、地下鉄に乗る時にも少し乗り換えが早い車両を計算して乗る私なので、一緒に旅行に行く時も私は全てのことを計画して予約し、夫は旅行者保険さえ忘れて飛行機の離陸直前に急いでアプリに加入していた。역시결혼하고나니테스트조차안거치고성격유형을알아챌정도의사이가된것이다그리고보니 J 형인내가 P 형인신랑에게분노하는포인트는항상동일했다고등학교때부터별명이칸트였던나라서같이지하철을탈때도조금더환승이빠른칸수를계산해서타는나라서생각해보니함께여행을갈때도나는모든걸계획하고예약했고확인했고신랑은여행자보험조차깜빡해비행기이륙직전에급하게어플로가입하기도했다そのすべての記憶が浮かんで、そうだ、他は全部よく合ってるのに、J と P に分かれる部分だけがすごく合わなかったんだという結論に到達した。そういうのを見ると、また MBTI ほど信頼できる性格テストもないようだ。お互いの性格で同じ部分と違う部分が大まかに分かれば喧嘩も減るんじゃないかな。그모든기억이뭉글뭉글떠올랐고、그래、다른거다맞는데、J와 P 로갈리는그부분만이엄청안맞았구만이라는결론에도달했다그걸보면또 MBTI 만큼신뢰성있는성격검사도없는것같다서로의성격에서같은부분과다른부분을대강이나마미리알면싸울일도줄어들지않으려나 MBTI 같은거일본에서그렇게흔히듣지도않은것같은데한국에서는많이해요저는 MBTI 이것으로뭐라고할까워크숍을하는친구가있었어요워크숍을하는친구MBTI 이거성격유형을알려주는그런워크숍을하는친구가있어서어한국인친구였는데그래서그때처음이거받아봐서근데나는무슨형이었는지기억은안나는데아마 P형 P형인것같다 근데그친구가해줬다는그그리고그때어맞아맞아나완전이래라고 했던것만은기억이나요물론일본에서도뭐성격진단이나심리테스트같은거뭐한창유행하기도했는데근데뭐 MBTI 라는말자체는못들은것같고그래서뭐찾아보니까뭐일본어도많이있더라고요아진짜요아일본어도많이있더라고뭐풀어보니까받아들이기가싫은데뭐납득할수밖에없다그런식으로아진짜아무슨형이었어요아관리인형 뭐전형적인체형 아나는좀더자유롭게살고싶은데아역시나는요새제가하는일도뭐완전히그런일거든아
다른사람의일정을관리하면서뭐다른사람한테뭐그런거를하니까하역시뭐받아들이고싶지는않은데뭐그렇게납득할수밖에없다고저도이따가다시해봐야겠어요아뭐해봐야지아마피형일것같다그래요 근데남자분들은이런뭐성격테스트같은거별로안좋아하지않아요뭐남자보다여자가더좋아하지뭐혈액형진단같은것도그렇고저는옛날부터몇번말했지만그이런성격테스트같은것도그렇고그점보는것도그렇고점쟁이너무좋아해서근데한때되게유명한점쟁이가있다고아는언니가알려줘가지고 그래서찾아간적이있었거든요근데그때그언니는3,000엔정도라고했었어아괜찮네해가지고갔었는데근데그언니는단골이라서3,000엔인거고저는처음으로간사람이니까만엔아 만행내라고하는거예요그래서깜짝놀래가지고그래서냈어근데아니요그때지갑에8,000엔인가7,000엔인가얼마없었어요그래가지고그렇게하면되려고하니까아그냥그것만주세요하더라고요그래서좀찾아주셨는데아무튼그때내가정신이나갔구나라는거를되게느껴가지고 그래서이제는점쟁이는잘 점은잘이제안가요그때뭔가불안이많았어그때는진짜일을너무그만두고싶어가지고그렇구나힘들어서내적성이또다른곳에있지않을까그런것을계속물어봤던것같아요그래서근데점쟁이들이하는말은항상똑같아서지금일이아주맞다고그냥하라고하더라고요그래서나는그말을듣고지금도계속같은회사에서이제11년째일을하고있습니다 아마 그점쟁이도아마그뭐주주씨인생이책임지고싶지않은것같았어진짜 그런말을한건아닐까 그럴수있겠어요네유시산 점같은거봐요아니하긴보러가면뭔가싫 아니 점좋아한다고하면은좀그렇지만그런거보면서나의무슨일을뭐알수가있겠어 예를들어서뭐별자리트럼프라든지그런걸보면서나의멋을 알수있을거라고무슨자리예요한국말로뭐라고하지아일본말로오시자아황소자리황소자리그렇구나그러면오늘은뭐주주씨한테좀해봤으면하는좀테스트가있는데 네여기나는나의닮은대통령테스트오그거지금한국에서유행하나봐요유행하나봐그질문은12개있고첫번째요새로나온라면을먹었는데별로일경우당신은 SNS 나가족이나친구에게얘기하며생각을공유한다굳이주위사람들에게털어놓지않고혼자서생각하는편이다전누군가한테얘기를할것같아요그러면이쪽두번째마스크구매후불편한점을발견했을때당신은어떤가요불편하네하고넘기는편이다불편한이유와 개선방향등을생각을하는편이다아저는불편하네하고넘기는편입니다 귀찮아요 세번째옷을쇼핑하는데불친절한직원에의해불쾌함을느낀당신은어떻게행동하나요 불편한감정이티가난다기분나쁘지만따지지는않고같이쇼핑중인친구에게욕한다저불편한감정에티가나요말할지도몰라요 맞아 네번째과제를할때당신은어떤스타일인가요계획을잘세우고짜여진계획대로한다최후의순간까지미루다가시간에쫓겨허겁지겁한다최후의순간까지미루다가해요
역시 못해못해 다섯번째단체나친구들모임에서당신은어떤가요얘기를많이하며분위기를주도하는편이다얘기를많이하지않고때로는의미없게느껴질때도있다 얘기많이안해요아그렇군여섯번째두개의유형중당신의선택은꾸준하고참을성있다는말을자주듣는편이다독특하고창의력상상력이풍부하다는말을듣는편이다아이거어렵다적어도꾸준하고참을성있는편은아니기에독특하고창의력적인가네일곱번째친구가연인한테차였다고들은당신은어떤반응을보일까요친구가차인이유와상대의행동에대해분석해준다친구눈물을닦아주며밤이새도록같이욕해준다아유같이욕해줘야죠여덟번째주말아침등산할때당신의스타일은무엇인가요미리검색해온루트로가거나산입구에서지도를체크한후출발한다이건아니다사람들이가는길이맞는길그렇게계획할필요없다그렇죠 그렇구나 네아홉번째두개의유형중당신의선택은시간이걸리는일이나놀이는실증을빨리내고새로운활동을원한다자신의의견이나불편한감정을표현하는데재빠르지않는편이다나도나를잘모르는가 그냥시간이걸리는일이나놀이는짜증내는편인것같아요나도이쪽인 것같아요주주씨는 열번째두개의유형중당신의선택은주변사람들의얼굴키나다른특징등을잘기억한다종종물건을잃어버리거나어디에두었는지기억을못할때가있다그런저런그래도특징을기억은하는데요이름은기억못하지만아이쪽인가연하나친구에게차려준요리가맛이없는경우당신은어떤경우가더좋은가요다음요리의발전을위해어떤부분이잘못됐는지말해주는게좋다아니면고마워이거만드느라힘들었을텐데고생했어라는반응이더좋다어느쪽이야고마워고마워이쪽이야아그렇구나 네자마지막마지막두개의유형중당신의선택은예정에없던일도계획을바꾸게되면힘들어한다아니면신발이나옷이떨어져도불편하지않다아저옛날에는안그랬었는데서른이넘으면서그내가계획했던게달라진다는게너무불편해졌어요그러니까위에위에그러면짜잔다오어머나오바마래어떡해 오바마대통령오바마대통령특유의밝음으로쾌활한삶을사는당신은 언제나긍정적인사람으로이거좀아닌것같은데 와와그래도우시선이거해봤어요해봤어해봤어누구였어요 예여기나오는누구였어요노태우대통령노태우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 근데노태우대통령 네이렇게주주씨가하나씩풀어보니까네나와거의반대쪽을거르더라고요아진짜요 어떻게 노태우대통령어떤성격인사람인가뭔가뭐계획을잘짜고뭐논리적으로분석을하고그렇게뭐감정표현을잘안하고노태우대통령이그런사람이었구나희귀성이가장낮대아그래요 여기뭐희귀성 7% 라고하는데노태우대통령 네、같은경우에는그여기가 3% 이정도진짜요와어쨌든 이거재밌다아이런거좀아일단뭐여러분도해보세요 네해보세요재밌다이거 まあそういうわけでなぜなんかこんな性格が正反対な2人がもう2年以上もポッドキャストを続けてるのか不思議ではあるけどね。
せっかく同じ方がやりにくいんじゃないですか。きっとそうだね。多分全く違うから、お互いなんかこう譲る部分を譲って、あ、もうこの人はこういう感じだからという感じで合わせやすいのかもしれないね。面白いですね。ね今日読んだ記事のスクリプトや詳しい説明はニュースで韓国語のブログに掲載しています。iPhone のポッドキャストアプリでお聞きの方は、ちょっとずらすと下にエピソードメモが出てきます。そこからすべてリンクしてあります。Twitter、Facebook ページ、Instagram、YouTube チャンネルもあります。フォローしてください。また音声アプリラジオトークでは別のトークを配信しています。内容に関するリクエストもお待ちしています。で、この間、いろいろと内容に関するリクエストも、というか、ご意見もいただきまして、そう、バイリンガル形式が分かりにくい。ということで、ちょっと前回から若干違う形を試しているんですけれど。ね、いろんな方ご意見ください。そうですね、バイリンガル形式分かりにくいのかな。まあちょっとこれもうちらも試行錯誤しながらやっている部分なので、また今後もどんどん変わっていきます。実は今までポッドキャストでゲストを呼ぶときに一番大変なのって座組というか、ゲストとの日程調整だったりしたんだけど、割となんか簡単に召喚できるようになったからね、いいですよね。うん、もうなんか別に韓国に一度でも普通に呼び出せるようになっちゃったし、なんかいろいろやってみようかなという感じにはなってきましたよね。はい。まあなんか今後もそういう感じで、ポーンといきなり難易度上がっちゃうかもしれないけど、言葉のチャンネルを切り替える回数は減るから、もしかしたら聞き取りやすいのかなとも思ったり、そんなわけで今後ともよろしくお願いいたします。お願いします。まだしばらくズーム録音は当分続くので。ね、はい。ね、はい。そういうわけで。どうぞ。그러면오늘은이만마치겠습니다。さよなら。안녕히계세요。